番ですね、Kコンピューター前が、これなんだかって、理研計算科学研究センター、スーパーコンピューター、富岳になってますね。なるほど。あ、この行き先表示も変わってますね。理研計算科学センター、科学研究センター。そうかそうか、これを右なんですね。やってきましたよ。理研計算科学研究センター、スーパーコンピューター富岳。左に矢印出てるんですけど、何しに来たかと言いますと、神戸新交通ポートライナーの駅名が間もなく変わるらしくて、はい、ちょっとそれを見に行こうと思います。神戸動物王国さんがもうこの駅降りてすぐにありますね。はい、現在 K コンピューター前駅の中なんですけども、駅名変更のお知らせということで、計算科学センターに駅名を変更しますと。副駅名は神戸動物王国かっこ富岳前ですね。令和3年6月19日間もなく変更じゃないですか。これがだから今の K コンピューター前のままの時刻表なんですね。はあ、K コンピューター前駅、今度計算科学センターに変わりますよということで、この時刻表も6月の19日からやから18日までなんでしょうね。いろいろ変わっていきますよね。あ、キッチンカー来るイベントなんかあるんや。なるほど。K コンピューター前駅とかこんなんが全部変わるんですもんね。なかなかこれ大変な作業ですよね。確かにこういうのも価値あるんでしょうね。 K コンピューター前駅って書いたこの時刻表ね。で、駅名、あ、神戸新交通ポートライナーが来ました。綺麗ですね、あの車両。もうなんか全部新型車両に変わったんですね。あ、ここですね、駅名 K コンピューター前駅になってますね。これも変わるんや。これ6月18日の夜なんですかね、工事みたいなのはね。あ、新交通の車両がやってまいりました。出発進行、コンピューター前駅が計算科学センター駅になるということで、おお、まあちょうどですね、入駅です。三宮駅電車が入ります。おお、綺麗な。K コンピューター前駅から計算科学センター駅になります。いらっしゃい。ポートライナーの車両綺麗ですね。入駅です。今日はですね、証拠にもなくまた K コンピューター前にやってきました。まあ、実はですね、今日仕事帰りなんですけども、偶然聞いた情報で、この K コンピューター前駅の
駅名看板、このね道路側の方だけ先行して変わってると、まあ、ちょっとフライングですね。そんなことってなかなかないでしょう。普通ね、新しい駅名看板にしてその上にこう幕を張る。で今回2021年6月の19日から新しい駅名になるので、それまでは古い駅名なんですけどね。ほら見てください、見て、計算科学センター駅に変わってますよ。すごい。ボートライナー頑張って。